衣服気候株島は五島列島を構成する島の一つである。行政区分は長崎県五島市に属する。長崎市の西方沖約8 0トルに位置しており、五島列島では8番目に大きな島である。漁業が主産業である。ハエナ漁、サシアミ漁、一本釣り漁などが行われている。以前は山間地にて農業も行われていたが、 現在は、家庭菜園程度の畑が営まれているのみである。本葉地区に採石場があり、護岸工事用の石などが採掘されている。また、マグロ養殖場がある。衣服高には、水産加工場、地の門工房像酒井丸があり、水産加工物の販売も行っている。交通毎日三便の往復をしているそれ栄雄は、福江港から衣服君など、本葉港を、 片道約20から30分で結ぶ。福江衣服高は810円。福江、本用は830円。衣服機、本用は240円。国境離島割引運賃は、福江衣服お及び福江、本用館は380円。衣服機、本用は170円。大きな荷物、自転車やバイクなどは別料金。車は、運搬不可。 車が乗せられる、カーフェリーは、毎月12日と17日、フェリー、日坂が運行する。木口汽船 HP、http コロンスラッシュスラッシュ www.kiguchi-kisen.jp スラッシュコンテンツスラッシュタイムテーブルスラッシュ川島買い物医療機関学校2017年4月から、児童生徒が例人になり、2019年現在、休校している。 なお、2018年4月から福江小学校、椛島文校となっている。公共機関警備安全毎年10月第3度日に、椛島神社礼祭が行われる。毎年10月第4日曜に20日、恵比寿神社祭が行われる。祇園祭が、毎年旧暦6月14日に行われる。以前は園芸などの催しで賑わったが、現在では神事のみ行われている。 ありがとうございます。